皆さんこんにちは。今日は最近僕が買ったデジタルガジェットをご紹介したいと思います。僕は結構こう会社でメモを取る機会が多くてですね、でそのメモをこう見ながら周りのみんなに情報を伝えるとか、もしくはそれを見ながら自分でタイピングをして情報ドキュメント残すとか、そういうことがあるので、とにかく普段どれくらいかな、英語ぐらいですかねのメモ帳にどんどんこう走り書きをするっていうことをやってます。で、そうするとこれ、何が問題かっていうと、例えば一冊使い終わりましたと。で、これは置いといて、新しいノートをまた持ってきて書き始める。でもその時にですね、あれ、ちょっと2週間ぐらい前の情報見たかったなってなると、また古いノートを持ってきて開いてこう探して、情報を引き出さなきゃいけないということが結構あります。で、場合によっちゃちょっとメモしたんだけど、これもしかして半年ぐらい情報必要かもなとなると、例えばもう2冊ぐらい前の古いノートも取っとかなきゃいけないってことが結構起こってですね、だんだんこう使い終わったノートが溜まっちゃうんですよ。で、そうすると机の上にだんだん溜まるから片付かない。で、これが本当に困ったなぁと思っていたので、じゃあ今回何を買ったかというと、ドドン。いわゆるデジタルノートというのを買いました。ここに書いてありますね。デジタルノート、Tノートという商品になります。あと、上にはですね、ツバメノート×ジャストシステムって書いてあります。ツバメノートって多分ご存知の方たくさんいらっしゃると思いますけど、グレーのノート、昔からあるグレーのノートですね、書き味がすごくいいって評判のあのノートのメーカーさん。あそこと、日本語に得意な一太郎とか、あと私も使ってますけど日本語変換ソフトの ATOC とか作ってるソフトメーカー、このメーカーのコラボのデジタルノートということです。これおそらくですけど、この T ノートのジャストシステム別注モデルということなんだと思います。ということで、このデジタルノートがあれば、これ後でやってみますけど、多分どんな感じになるのか、写真に書いてある通り、手書きで紙に書いたメモがそのまま携帯端末に保存されるっていう、そういうタイプなんですね。似たようなもんだと、いわゆる板タブとかっていうんで、タブレット、ペンタブレットですね、あったりしますし、あと液タブとかいう液晶パネルのやつにこう直接書き込むっていうのもあったりしますけど、ああいうのってこうちょっと紙に書くときとこう書き味が違ってこうツルツルしちゃったりとか、ちょっと書きづらいじゃないですか。この商品はそれがメモ帳に書いたらそのままデジタル端末、携帯端末に保存されるということで、いつものメモ帳感覚で使えるんじゃないかなっていうことを期待して今回購入しました。では早速開けてみたいと思います。では早速開けていきましょう。まず蓋を、なんか黒い板が出てきました。本体ですね。そしてここに専用のペンがついています。ちょっと一回これ出して置いておきましょうか。それから取扱説明書。いわゆるメッセージカード的なものも入ってます。そしてこれがツバメノート。ノートブックって書いてある。これ多分皆さんご覧になったことあると思うんですが、この縦開きがですね、この T ノート専用のものなんだそうです。そして、ツバメのロゴと、ジャストシステム、一太郎のロゴが入っているということです。T ノート、ホライズンって書いてありますね。そしてですね、予備のノートが入っていました。1、2、3冊入ってますね。なんか随分厳重な袋でしたけど。T ノート、ホライズン、ノートは予備が3冊入っていました。充電用の USB ケーブルですね。マイクロ USB のようです。そしてこのポーチ、何者だろう。どうやら替え芯が入ってます。この5本がおそらくこれボールペンの替えで、こちら先端樹脂になってますから、これ多分スタイラスペンになってんですね。予備も入ってました。助かります。それからあれ、なんかいわゆる SIM ピン、スマホでいうとこの SIM ピン、
それとなんかクリップが入ってますね。ちょっと調べてみます。これが今回中に同梱されているものということでした。はい、では必要なもの以外は片付けちゃいました。あ、ちなみに先ほどのこの SIM ピンはですね、これは本体をリセットするときに使うみたいです。取説読みました。そしてもう一つ分からなかったこのクリップ、これは先端のペンを交換するときになんかこいつでこう挟んでグイッと抜くんですって。ボールペンとか、今これボールペンがついてますけど、ボールペンとスタイラスペンに交換とか、ボールペンのインクがなくなっちゃった時の交換とかいうことですね。ちなみにボールペンの線、このインクはですね、専用なんですが、どうやら各社出しているボールペンの返しも使えるみたいですね。おそらくこれ後ろ側に、ここにこれも見たんですけど、充電用の USB の穴があったりとか、もしくはそもそもこの後ろに筆圧感知のセンサーが入ってますから、後ろから芯抜くことができないみたいで、先端からの交換式ということのようです。では使ってみようかなと思いますね。ノートを一旦避けて、パカッとなぁと開けると、これも見たんですけど、どうもこの赤はですね、ジャストシステムのコーポレートカラーということで、これどうやらここが赤いのはジャストシステムの専用モデルみたいです。で、ちなみにこれ布っぽいですけど、いわゆるPU っていうのかな、樹脂になっている布っぽい見た目の樹脂ということで、これだから本当にノートとか滑んないんですよ。一回置くとですね、結構グリップ感あります。それから反対側にはメモを入れる隙間、あと名刺ホルダーも2つついてます。多分これカメラで見えますかね、ここに縫い目がありますので、ここの縫い目の内側がおそらくこのペンのセンサーが反応する描画領域なんだろうなというふうに思いますが、それをこう線で描くんじゃなくて縫い目で見せてるところがちょっとおしゃれかななんて自分は思いました。じゃあちょっとやってみましょうか。ではスマホ連携させて使ってみようと思います。先ほども先にアプリ入れました。この eDraw っていうのがアプリのようですね。立ち上げると、今回は tNote なんで、この真ん中にある iNote っていうのを使うみたいです。とりあえず一回言語っていうところを立ち上げてみます。現在のノートにはまだメモが記載されていませんということですので、なんだこれ、上かな、こいつかな。ちょっとやるとメモを新規作成するということで入れてみました。では、ちょっとドキドキしますけど書いてみますか。少し手元に寄せます。このボールペンで例えば、あー、なんかもうまさにリアルタイムですね。筆圧感知も入ってるんですけど、あ、ちゃんとこれ筆圧感知してるみたいです。強く書いてみます。強い線、普通の感じ、弱く押し当てた感じ。あ、ちゃんとこれアプリ側綺麗にいってますね。で、例えば鉛筆触ると、あ、太さがスライダー、あー、これは直感的に分かりやすい。試しに太さ30ってやってみましょうか。ドドン、なるほど、筆圧、あ、でもこの筆圧はちょっと違いますね、どうやら。最初弱めにして途中から太くすると線全部が太くなっちゃいました。それは少し残念。あ、でも濃さはちゃんと出ますね、これ。なるほど、なるほど。それから消しゴム使ってみましょうか。消しゴムは、どうするんだこれ。まさかこうやってやったら消えるわけじゃないですよね。消しゴムで、こっちか。あ、なるほど。消しゴムは今度はアプリ側を消せばいいですけど、当然ながらノートの方は残ってるということです。まあ当たり前ですね。色は、まあ多分こいつですね。触って、今はおそらく赤なんだけど、中が黒が選ばれてるということでしょうか。そしたらこいつを、あ、赤になりますね。これで、OK ボタンを押すと、ああ、なりました、なりました。赤ですね。薄くもできる。ああ、できます、できます。同じように、あ、い、う、
はい、ノート上は全部黒ですが、アプリでは色がつきました。あとこれマーカーですかね、これね。マーカーが太さと、不透明がやりたいです。自分で調整がいい。して不透明度を落とす。じゃあこのあの上なぞってみましょうか。ピュッ、ああマーカーですね、まさに。ピュッピュッピュッ。これかなりあのアプリ直感的にお手軽に使える感じがします。全然苦労がないです。はい、まあ、こんな感じで使えそうですね。じゃあですね、次はあのアプリ連携させないとどうなっちゃうかちょっとやってみようと思います。ただ電源は入った状態ですので、このままメモを取ってもですね、後でスマホに転送できるみたいです。ちょっとやってみましょうか。ちょっと書いてみました。じゃあこれアプリ立ち上げたらどうなるかやってみます。例えば言語メモ、あ、これさっき書いたのはこれ入ってますね、どうやら。あ、これはちゃんと保存されてます。新しくメモを作るか、もしくはタブレットから取り込むかってなってます。取り込みやってみます。ああ、ちゃんと来ましたね、これ。ということで、あの、常にどうやらこの携帯端末を接続していなくても、後でこう取り込むことができるっていうのも、これ超便利ですね。あの、さすがに携帯いちいち立ち上げてんのバカバカしいので、本体の電源さえ入っていれば、メモは後から取り込めるということで、バンバンこうメモしといて、後でまとめて取り込むことがどうも可能みたいです。取説にはどうやらですね、150ページ分だかなんかが取り込めますと書いてありましたので、まあ1日1回取り込んどきゃ十分かなという気もします。じゃあなんかこの再生ボタン押してみましょうか。これちょっと見て押してみますね。何が起こるのか。あ、ちゃんとあの書いた順番に再生してくれるんだ、これ。これ、この機能が必要なのかどうかよくわかんないですけど、なんかの時にあるといいのかもしれませんね。もうわかんないですけど、例えば子供がこう書き取りの練習やっていて、これ本当に書き順合ってっかなっていうのは後で見ることはまあできそうだということです。ちょっと面白い機能でしたね、これ。ということでちょっと使ってみました。まあ、最後はですね、こんなイラストも描いてみたりしましたけれど、使ってみた感じはですね、思いのほかリアルタイムでスマホ側にもデータが送られてすげえ快適です。ペンそのものの操作も太さを変えるとか色を変えるとか、かなり直感的に使えるようになって、まあこれはあの T ノートの機能じゃなくてこのアプリケーションの方なわけですけれど、これもすごく連携が良くて使いやすかったなと思います。なんかこれでですね、仕事の時にバンバンメモを取ってデータに落とせるというのは本当に助かるなというふうに思います。まあさらに今回のこの商品、最初にもお伝えした通りジャストシステムの別注モデルということでですね、私あの実は本当にジャストシステム好きで、昔から ATOC はもう本当に未だに愛用していますので、このジャストシステムモデルのこの赤い色ですね、これ本当にお気に入りです。よくよく見るとここにちゃんとツバメノートとジャストシステムのロゴも入ってるんですよ。これもちょっと嬉しいポイントだったりします。あとはこのペンもですね、結構書き味よくてインクの出がいいので、まあこれあのインクがなくなったら他の市販の返しも使えるようなんで、それも安心なわけですけれど、あのすごく使いやすい。よくあるこういうデジタルペンって、ちょっとこの先端の部分が普通のボールペンの形状と違ったりするのもあってですね、若干こう先端の位置が分かりづらかったりするんですけど、これ完全にボールペンと同じですので、そういう意味でも本当に書きやすいですね。全く違和感ありませんでした。普通のボールペンとして使えます。あと今回やってないんですが、実はこれ
パソコンにケーブル、USB ケーブルでつなぐと、いわゆるあの、板タブ的な使い方もできるということですので、最近はもう Teams とかですね、Skype、Zoom とかで遠隔会議あったりすると思いますが、そういう時のホワイトボードにどんどん手書きで書き込むこともできるということのようですから、そういう使い方にもすごくいいなというふうに思います。はい。ということで、今回は僕が買いましたデジタルガジェット、T ノートをご紹介いたしました。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。